彦坂直義です。空想公共美術館の出版記念展の展示が、まあ、私の分だけですけども一応終わりましたのでご紹介します。中央に、まあ、その公共美術館の模型が立っております。模型というよりも模型建築模型彫刻です。彫刻作品として、一応、作ってます。この下が、皇居の地形図です。それでその上に、まあ、高さ1000メートルの建築が建っているという想定です。まあ、あの1000メートルの建築を本当に皇居の中に建てるのかっていうのは、いろいろ賛否両論当然ある話で、自然が破壊されるとかそういうことがありますけども、これはあくまでも、彫刻作品ですので、まあ、怒ってもらわないでほしいと思います。面白いのはやっぱりこう地形がくっついてくるんですね。地形がまあ台座としてくっついてくるわけですね。そうするとある意味で台座彫刻の復権というか元に戻ってるんですが、まあ、それが、建築模型としてあるということです。さてそれではその後が、まあまあ、いろんな技法を使っているので CG っていうのもちょっと問題なんですが、これはあの、葛飾北斎の神奈川沖波裏の作品です。これが源氏物語絵巻です。続いて、これ金閣寺ですが2点こういう形であります。まあ、色がどこまで今映像で映ってるかよく分かりませんが、かなり綺麗な色でできています。これが、狩野永徳のヒノキ図ですね。まあ、そういう調子で、公共美術館に入れる名品の、作品をネタにしたまあプラズマ化した一種のシミュレーショニズムの作品といえますが、そういうものが並んでおります。これはガキ造紙です。これは着物です。着物の中にも超一流の着物があります。公共美術館の中には超一流の作品を入れましょうと言って、作品を選んでいます。これは松柏ですね。これが節孫です。これはまあこれは油彩画で描いていますが、田原宗達の風神雷神図です。これはまあご存知のように、写楽ですね。これは、阿修羅像ですね。であと小部屋が小さい小部屋がありまして、そこに、公共美術館の収蔵作品の、まあ、画像のアルバムがあります。それからこれはアートフェア東京にも出したんですが、そういう作品ですね。まあ、これは書道で一休さんの文字ですし、これはまあ刀ですね。それからこれが、まあ皇居を作品にしてて、これはまあ、そういう今回のプロジェクトの大枠みたいなものが、B2 台のポスターで、こういうふうに、作られています。まあ、こういう調子で、できました。一部まだ展示が完成してませんが、松田達さんがこれをこの、建築模型を下田に建てるというちょっとプランがありまして、その模型を作ってきてくれてます。この上に立っているのがその、公共美術館建築のタワーであります。まあ、以上です。来週の月曜日からやりますので、1週間で短いですけれども、どうぞよろしくお願いします。